こんにちは、ザッピーです。今回はですね、アンソロジーでですね、ビートルズがもう一曲、作ろうとしてた曲があるわけですよね。おそらくファンの方々はご存知だと思うんですけれども、フリーアザバードとリアルラブが出てきたわけですけれども、最後のアンソロジーサードに入るかもしれなかったのがこの曲ですね。Now and Then という曲ですね。で、実はですね、これがなんでじゃあ収録されなかったのかと、で、なんでレコーディングが行われなかったのかということを紐解くと、とてもちょっと個人的にはがっかりしてしまう話でもあるんですね。まずはそこから見ていきたいと思います。こちらです。はい、これはウィキペディアの情報なんですけれども、前々からこれらは結構僕も聞いてましたので、おそらくね、ビートルズファンの中ではある程度もう通説になった情報なのかもしれません。当時プロデューサーをやったジェフリンなんですけれども、ある午後のセッションでコーラスはできたけれども歌詞がほとんどできてなかったということですね。バッキングトラックもラフにやってみたが完成はしなかったと。で、それに加えてジョンのカセットに入っていた雑音が消せないレベルだったと。リアルラブの方も雑音が入ってたわけですけれども、それは結構ね、気にならないレベルまでなんとか落としたということだったらしいんですけれども、こっちはダメだったということですね。これはジェフリンの言葉ではなくて、ウィキペディアに入ってた言葉なんですけれども、ただね、ジョン・レノンがやっている元々のデモテープ、カセットに入っているような状態のっていうのがなぜか、YouTube に上がってるんですね。これは下の方に貼っておきます。で、これを聞くと確かにとてもとてもまだまだ未熟、未完成な曲なんですけれども、ただ僕はですね、とても素材そのものはいい曲に聞こえちゃうんですよね。これは個人的な感想ですよ。もう僕は大好きになっちゃった曲なんですよね。こうジョン・レノンの切なさというか、憂いというかですね、なんかこう哀愁感というか、ジョン・レノンってバラードをやるとポールとまた違ったこう心にグッとくるものって言葉じゃ言えないんですけどありますよね。これちょっと分かっていただけると思うんですけど、ビートルズファンの方々であればね、ジョンにはジョンのこう僕らが入って出られなくなってしまう世界ってあると思うんですけれども、この Now and Then は僕はそういう曲なんですよね。本当にこうジョン・レノンの迷宮に入っていくようなバラードなんですよね。で、面白いのはこのデモテープをですね、おそらくファンがいじって、そのデモテープの上に、ビートルズだったらこんな風に作るんじゃないかみたいに想像してこう作ってる、完成に近づけている、レコーディングもあるんですね。だからファンが作っちゃってるんですけれども、それもよく、まとまってるようにも思います。一応下にリンク貼っておきますけれども、もう10年ぐらい前からこれは出てますんでね、聞いたことがある方も多いんじゃないでしょうか。ということで、この曲の完成形っていうのもなんとなくこう想像してしまうような、人が多いんでしょうね。いい曲だって言ってる人多いですよね。ところがですね、これポールに言わせるとまた別の観点からこの曲をやんなかったと、作らなかったということになっちゃうんですよね。それなぜかというと、次の通りなんですけれども、ジョージはやりたがらなかったってことなんですよ。で、ボーカルやベースやドラムを入れるかどうかというよりも、この曲では本当に曲全体を作る感じになっていたというふうに語ってたらしいんですけれども、パーツを作ってって完成させるっていう、他の2曲でやったようなパターンではなくて、これは本当に全体的にまだまだ完成度が低かったっていうことなんでしょうね。でもそれに加えてジョージ・ハリスもやりたくなかったと。で、また同じようなことをポールは思い出してるんですけれども、ジョージは好きじゃなかったと。で、ビートルズは民主的なバンドだったからやめたんだっていうふうに言ってるわけですね。で、ウィキペディア情報なんですけれども、てか他にもたくさんこれは出てますけれども、もっと辛辣な話があって、ポールが言うには、ジョージはこのジョンのデモを聞いてクソゴミカス、こういうふうにしか言う、訳せないぐらい、これ最悪の表現ですよ。これ本当に最低限の言い方ですけれども、そういうふうに言っていたとポールは語ってたわけですね。
だからジョージはなんとなくやりたくない、なんとなく未完成だからやりづらいっていうんじゃなくて、最初からこんなのはダメだということだったらしいですね。こっから先はね、もう一ファンの、まあ、推測なので、まあ、絶対当たってないと思いますよ。だけど一応言いたくなっちゃうんで申し上げますけれども、やっぱりジョンとジョージは、まあ、知るところによると、聞くところによると、和解完全にしないままね、ジョンが亡くなっちゃった状態らしいんですよね。やっぱりこう反目は続いていたままですね、ジョンが亡くなってしまって、でジョージも、まあ、その反目感っていうのはずっと引きずったままこのアンソロジーに突入したんじゃないかと、まあ、僕は思うところも少しあるんですよね。少しはあるんですよ。まあでも他の2曲はね、ジョージは頑張ってやったわけだから、まあそうも言い切れないところかもしれないですけどね。純粋にこの曲だけはダメだったのかもしれないんですけれども、まあジョージが悪い、ジョンが悪いっていうのは僕は決めらんないので、ただのファンですからね、まあ、本人たちじゃないとわからないことなんですけれども、まあ、ジョージはでもそういう環境も引きずりながらやっぱりアンソロジーはやってたような気もしないでもないですね、というのがここの、まあ、状況説明を聞いた感想です。でもう少し希望を言えばですね、僕としてはこの曲はやっぱりいい曲だと思ってるんですよね。決して悪い曲じゃないなと思ってまして、で、まあ、ジョンがいなくなって、ジョージも亡くなってしまったんですけれども、まあこれは賛否両論絶対出るでしょうけれども、僕の希望としては、まあ、ポールがもしその気になってくれればこれをね完成させてくれないかなというぐらい思いますね。もしビートルズという名前が使えないんだったらば、リンゴスターもやりたくないっていうんだったらば、ポールとジョンのレノン・マッカートニーという曲にして1曲だけ作ってみるのはどうでしょうか、ね、ビートルズじゃなくてね、まあ、そんな風に思ってしまうぐらいの曲ですね。というのは実際ポール・マッカートニーはこれやりたかったって言ってるんですよね、まあ、しっかり作って完成させようとしていたという風に言われてるわけなんで、きっとポールも決して嫌いではなかったはずですよね。まあ夢を言えばリンゴとポールが入ってやってくれればいいし、ただジョージ・ハリスンがやっぱりいないのでビートルズっていう名前は使えないでしょう。なので難しければプロジェクト名を変えてですね、やってくれたりすると嬉しいなというふうに思う曲ではあります、うん、なんかね好きな曲だけに完成しないまま眠ってるのがもったいないと思うし、まあできたらやってほしかったなっていうふうに今でも思ってます。はい、失礼します。